新調したらしいんですよ、カメラ。あ、カメラ新調したんですね。一番最初、今日のために、え、一番最初に撮るのは磯村さんにしたいっつってね。僕でいいんですか、筆下ろし大丈夫ですか。ところがね、もう裏話をするとカメラテストをしたから一番最初にレンズを通して映ったのは磯村さんじゃないっていうのもう かたくなにもうテストしたがらなかったんですよ。俺にしたいと。そうそうそう、ありがとうございます。磯村さんにしたい。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいな。今回のね、その性欲の役もそうやってこう表情で内面を作れないっていうので難しい役だったと思うんですけども、うんうん、もう一本、はい、月の方もこちらですね、うん、知らんも僕はすごい難しい役だったんじゃないかなって素人なりにやっぱ感じたんですけども、はい、うん、仕事はすぐに慣れますよ。ここは誰もが平等で笑顔があふれる職場です。妊娠5週もう40超えてるしリスク高いんだよね。二人で頑張ろう。知ってる？施設は森の中にあるの、隠されてるのよ。本当は誰も現実を見たくないからでしょ。暴力とか虐待と間違えられることはよくあるんです。でもね、入所者だって暴れるでしょう。少しだけ分かってきたよ、ここのことが。ここにいる障害者たちは幸せだと思いますか？かわいそうに。仕事どうだった？大変に決まってるでしょ。会話できない人相手にしてるんだから。俺ね、今夜障害者たちを殺すよ、この国の平和のためにさ。社会のタブーに触れた大問題作が今放たれる。人を傷つけるのはダメ。すいません、人って何ですか？私もあなたを絶対に認めない。無傷で手ぶらで善の側に立とうとするのはずるいです。陽子さんも普通の子供じゃなかったら嫌でしょ。その問題と本質的に違うの？違いません、僕は陽子さんと同じ考えです。この映画の刃はあなたに向けられている。私生きててよかった。月、この映画はこちらも原作ありまして、遠見王さんの月という小説が元になっているんですが、これね、原作読むと全然違うじゃんってなるんですよ。で、そもそもこれは映画の中に出てくるキーちゃんっていう障害者の人の視点で描かれているもので、なんか物語らしきものがあるのかどうかが怪しい。その言葉がずっと連なってて、その中でその現状みたいなものを観客がこう押し量っていくっていうタイプのものなので、その性欲とはまた違う意味で、そのなんか観客がこう読み取らなきゃいけない部分が小説にはあるんだけども、はい、映画の方はその宮沢りえさんと小田切譲さんの夫婦が出てくることによって、ちょっとその人たちの物語軸になってるって違いがあると思うんです、はい、でこれは辺見さん曰くなので、僕がどうでなく辺見さん曰くなんですけども、相模原であったあの障害者の施設での殺傷事件がありまして、19人が殺害されて職員含む27名が負傷したっていう、まあ山入園の事件がモデルになってるっていうふうに言われてる、はい、うん、でそのことを描くときに、これもいろんな描き方があったんだと思うんですけど、はい、やっぱその性欲ともやっぱ近いと思ったのは、うん、その人たちの日常を丁寧に順番に描いていって、うんうんうん、最後にその事件が起こりますっていうことを見せる、うんうん、だからそこがクライマックスになってんだけども、うん、そこが重要ってわけじゃない。そこに行き着くのは多分この映画を見る人だって知ってるんだと、はいはい、だけどそこに行き着くまでになぜそうなったかっていう現状を見せるっていうところが、小説とはかなり違う感じがしたんですけど、うんうん、そうですね、はい、磯村さんの小説の方がご覧になられ、うん、はい、読みました。その映画の脚本いただいた時の違いみたいなのをどう感じたってとこか、ちょっと教えていただきたいです。まあ、だからまあもちろん辺見さんの月からね、脚本に落とし込んではいるものの、まあちょっと別で考えていく方が、うん、佐藤君を演じる側としては、はい、うん、いいかなと思いましたけど、でも辺見さんの描くなんかその
文字なんだけど伝わるなんか音の表現とか、そういう辺見さんならではの言葉の選び方っていうのはものすごくなんか生々しいんですよね。ちょっと普段僕らが使わない音なんだけど、そこの音で きっと佐藤くんが動くとき、まあ動くというか、なんていうんだろうな、イメージがすごく助けてもらったというか、言葉で、音の言葉で、なるほどっていうぐらいですかね。うんうん、あとはもうやっぱもう映画の台本も違うんで、そこは分けて考えてましたけど。まあその小説の方はそのキーちゃんっていうその障害を持った人がの言葉なんだけども、そもそもその性別も年齢も何も分かんないっていう、ね、ちょっとアノニマスな感じで、だからこそ我々はその想像を巡らせるというか、主人公が見た世界がどうなってるのかっていうところを、なんていうんですかね、やっぱこうその言葉の向こう側を想像するっていう風になってるんですけども、映画はそれこそこうですって見せてるわけじゃないですか。その違いが今回かなりあって、その中でそのまあ磯野さん演じるね、その男性は殺戮に至る、最終的に殺戮に至るっていう選択をするっていう中で、そのどういう変化を見せていくかっていうのを監督とどう話したのか、話し合ったのかとかってちょっとお聞きしたいんですよね。これはそうですね、本当にたくさん監督とやっぱ話して、はいはい、どっから話せばいいんだろうぐらいなんですけど、もちろん結果としては僕らも分かんないんです。それは現場で出た答えだったんですね、監督と。なぜ最後のその犯行に及んだのかは分からないので、やめたんです。これ以上は行くのやめようって。そこは自分自身も佐藤君に向き合っていく中で、これ以上行くと自分が危険だっていう判断もしたし、もちろんその犯行を呼ぶまでに映画では映画なりのトリガーを描いてはいるんですけど、まあ実際の事件の、まあ上山死刑囚の、いろんな僕らも資料を読んだり映像を見たりして、映画には描かれていないトリガーがやっぱたくさんあったんですよ。でも明確にこれだっていうのはないんですよ。だからやっぱ分からなくて、だからそこは映画として一応順を追って佐藤君の気持ちを描かなきゃいけないんだけども、あまりそこを明確にはしないでおこうっていうのは監督とも話したし、それだけでは片付けられない問題だと思うので、やっぱり社会のしわ寄せがこの映画になっている気がするので、そういうふうに見てしまうと壮大なものを背負って演じなければいけないなっていうのもあったりして、そういうのを全部監督と毎シーンごと話してました。なるほど。このね、やっぱその同じようなことを辺見さんはやっぱこの作品をね書くにあたっておっしゃってて、ちょっと言葉を広げると、その事件が起こった後にね、報道で被告人本人が反省してるかどうかということばかりだったので、そこに違和感があったんだと、はいはい、で彼それよりも彼自身がその自分自身をこう正当化している社会的な意味とか、その背景をたどろうとしなかったんだと、で当時はちょうどそのオリンピックが開催されるというムードに押されて、事件の重さに対するまあ騒動も少なかったから、自分なりの思いをまあその小説にしたんだということをおっしゃってるんですけど、まあやっぱその言ってもとはいえね、その金過去である種そのニュースで見た映像とか記憶にあるような事件じゃないですか。新しいですからね。そのね、作品のオファーが来た時にまずどう思ったかってこともちょっと教えていただきたいですね。直感ではこれやらないとダメだなって思ったんですけども、でもやっぱそれだけでは今回は進められないというか、だからそこはすごく事務所ともだし、監督プロデューサーもっと他の人のいろんな意見を聞きながら相談しながら、結構じっくり決めましたね。なるほど。なんかね、そのちょうど時期が重なるんですけど、今その森達也監督の福田村事件という作品が、はい、まあ、公開されて、ここでも扱ったんですけど、はい、その
なんですかね、その、まあ、言葉はちょっと軽いですけど、タブーっていう3文字でタブーみたいなものを扱うのって、その映画ってちょっと僕は試合封建的なものを感じていて、そのテレビドラマとかだと不特定多数の人の目に触れるけど、はいはい、映画だとそのまあ見に行きますって言ってお金を払う人に目が目にするものなので、ある種選んで見てるっていう意味では映画にしかやっぱできない題材であり表現なのかなっていう気が僕はしたんですけど、うん、そのあたりどうですか。うん、いやでもそうだと思います。やっぱり、ね、地上波ではいろんな制限があったりとかあるんで、その中でも映画っていうのは自由であるべきだし、制限をかけちゃいけないと思うんですよね。それが何だろう、希望というか自分の中での、だから福田村事件もそうですけど、今回の、まあ、月もそうですけど、そういった何だろうな、隠したいような事柄というか事件事故というのはやっぱそのまま描いてしまうのは違うとは思うんですけど、やっぱその映画の表現としてちゃんと残していくっていうのは、うん、とても重要なことだし、そこに切り込んでいかなきゃいけないなというのはすごく思ってますね。うん、そのね、日本が僕その同時多発に生まれて、その共通語ってまで言わないんですけど、その似た感じがするのは、さっきちょっと言ったことですけど、うん、そのどちらの作品も最後にその事件が起こるっていうところを最後に持ってきて、それまではそこに最終的に関わる人たちの日常をめっちゃ丁寧に描いていくっていう、で丁寧に描くとなんかね、不思議なことにやっぱこう我々もその普通に日常の生活があって、その暮らしているわけで、自分もそっち側に行っちゃうかもしれないなっていうような、ちょっと薄ら怖い感じを覚えるっていう風な効果が、僕はそう描くことで生み出されてる気がするんですけども、うん、そういうことを感じたのとか読み取ったのかっていうのをちょっと教えていただきたいですね。あ、でももうそうですね、まあ、月でいくと一番僕たちが監督ともそうですけど恐れていたのは第二の佐藤君を生んでしまうことだったんですね。だそうならないためにはある程度線を引きながら演じなきゃいけないし描かなきゃいけないっていう風になったんです。でどうしても最初の脚本を読んだりとかだと明らかにこれは佐藤君に賛同してしまうような、はいはいはい、まあ、な言葉とかシーンになってたんですよ。それはやっぱ丁寧に描いてきたからなんですね、その前半を。それはやっぱまずいと。だからそういうのはやっぱ冷静に判断しながらこの表現はやめようとかっていうのをやっぱ監督とも話したし、うまいことバランスを保つようにしてたんですね。だから福田村事件も僕は見てて、自分もその、商人たちのリーダーのエイタさんが演じてた、はいはい、あそこまでどっかやっぱ自分もなんかあれみたいこう殺す殺すっていう方にシフトしちゃって見てた瞬間もあったりして、いやそうじゃないよね、まず殺すのがおかしいよねっていうファッと戻る瞬間もあったりして、だからそれまでやっぱり丁寧に人物を描いてきたからこそ寄り添ってしまうというか、集団、僕も自分なんだ集団の一人というか、そういう心理になっちゃったなっていうのは感じました、福田村事件は。やっぱね、その今世の中でそういうこう心ない言葉を発することによって、うん、そのなんていうんですかね、無敵の力を持った気になる人たちっていうのが結構いてちょっと怖かったりするんですけど、やっぱこれはもうこの中で描かれてることって絶対そうじゃないんだって立場で話さないとやっぱ危ういってことですよね。そうですそうです、この映画に関してもう絶対そうですね。そうですよね。でその僕この映画でね、その石井監督の演出でいろんなメタファー、これもメタファーで面白いなと思ったのは、その蜘蛛とか蛇とかが捕食するっていうね、なんかこうフラグのような絵が入ってたり、あとね、そのスーパーに行った時に宮沢りえさんが半額のものを買うっていうシーンが、何気ないシーンがあって、まあそういう生活してるんだっていうふうに見えるかもしれないけども、半額の商品ってその後捨てる可能性があるから、いらないものっていう解釈もできて、その自分たちやっぱりそういう選択は全然違う角度だけど、してるよねっていうのを
まあ、小説には全くない映画の中の視覚的なこう演出としてやってるところが石井監督のその演出としてなんか素晴らしいなと思って、ちょうどねこれもちょっと他の作品出すとあんまよくないかもしれないけど、はいはい、愛に稲妻って作品も石井監督今ちょうど、うん、そうすごいんですよね、石井さん、ね、全然違うじゃないですか、うん、これがまた、うん、だからね、そのそれこそ僕石井監督の作品はあの大阪芸大で撮ってたその実習映画の頃からずっと見てきてるので、うん、もう作風まで変わったなと思ってすごくびっくりはしてるんですけども、うん、でもだからこそこれを撮らなきゃっていう意思を僕はすごく感じたんですけど、うん、なんか現場でその石井監督の演出とかで感じたこととかあったりとかしたら教えていただきたいですけどね。そうですね、まあ、あの本当に石井さんはこの月の作品をやっぱすごい覚悟で背負って臨んでいたし、うん、ものすごくその演出っていうのもあの的確というか無駄がないんですよね。違うものは違う、ダメなものはダメ、良かったは良かったっていう、すごくそこシンプルに伝えてくださるんですよ、うん、で作り上げていく中で何かが違うっていう時もあるんです。その時は一緒に考えるんですよ、何が違うのかって、今のシーンのこの芝居が何が違かったのかっていうのをすごくこうなんだろうな、順を追ってちゃんとこう計算数式を解くかのようにやっていくんですよね。それが僕は新しくて、でもすごい寄り添ってくださってるんで、役者側もやっぱ参加しているっていう思いにももっと強くなるし、なんだろう、自分も佐藤君っていうものを作っていくのにとてもやっぱ監督と一緒に作ってきたっていう思いがあるので、やっぱね、石井さんの演出力はとてもすごいですね。役者がなんかみんな好きになるっていう意味が分かりました。なるほど、まあ、石井さんの作品みんな出たいって言いますからね。言うじゃないですか。あ、それそういうところにあるんですね。だから監督がそのある演出に固執するんじゃなくて、その場でその俳優が感じたことがあればそれを取り入れていくっていう柔軟性も持ち合わせてるってことですか。そうですね、だからそういったさっきの雲の話とかも、はい、あの教えてくれるんですよね。それはだ哲学的にその雲がこういるっていうことがこうどういうことなのか、これを撮るけどこれがあることでこういう意味があるんだとか、なんかこう絵には映らないかもしれないけど、なんかこういう美術にしてるのはこういう意味があるんだっていうのをものすごくこう面白い話をね毎回してくれるんですよね、そこは見えなくてもいいんだけどこういう狙いがあってここに置いてるから、あのそう気にしなくてもいいけどみたいなのをなんかちゃんと事前に伝えてくださるんで、僕らも意識はしないけど知ってるか知ってないかで芝居も絶対変わると思うんですよ、ね、っていうようななんか話とかもしてましたね。でそうした時にその、まあ、一例ぐらいでいいんですけど、磯村さんが提案してこういうのになったっていうシーンがあったらちょっと教えてください。あ、僕が提案してですか。はい、提案してというかその話し合いの中で最初はこうそうじゃなかったんだ、こういうの変わりましたってところが、あれば、なんかうわ、あの自分の佐藤くんの彼女は、聴覚障害を持った彼女を持ってるんですけど、はいはい、あの車で自分を迎えに来るシーンだったかな、で、あの手話でまあ会話をするんですけど、その時にその行こうみたいな、出発しようみたいなのを結構事前に出発しようってどうやるみたいな相談をされたんですよ、監督から。で、あの手話 の教えてくださる方とかに、なんか出発はもう これでいいよみたいな。でも監督の中でこれじゃないんだよなって、で俺もハマってなくて、これがで現場行ってもやっぱなんかこういう動きとかもあったんですけど、なんか違うよねっていうので、僕がその段取りの時から監督にもう彼女の肩を触るだけにしましょうって言って、そうなってたか、なるほど、はいはい、もうこれで行くっていうことにしたとかっていうことはありましたけど、あ、でもそういうのを話し合ったんですよね。そうなんです。なんかその映像的に違和感があるとか やりすぎというか、ちょっと記号的になりすぎてるってことですよね、そこは。そうです、そこをもうなんかこれが逆に怖いよねっていう、その手を置くだけが、言葉は何もなくてもっていう表現にしようみたいな、あ、いいねっていう話とかはあったりはしましたね。あ、なるほど、まあ、それで言うとね、その、まあ、今回演じる役はその性欲とは違って表情もあるんだけども、その表情もなんかこう言葉の抑揚からすると
本当にそう思ってるっていうふうに、まあ僕ら観客が見えちゃうっていうのがあって、はいはいはい、だからこそその言葉の向こう側にこの人何考えてるんだろうってことを考えちゃう、またおしゃかるというか考えちゃう、そこが僕はすごく重要で、だからその映像に映ってる磯村さんの表情と発してる言葉以外のことを映画見ながら観客考えてるんですよ、そこがすごく面白いんですけど、はいはいはい、そういうこともちょっと狙ったのがどうかって、それ以外、はい、そのセリフにないような表情の向こう側を読み取るようなことを意図したのかとかっていうね深いですね深いですか、どうですかね。でもなんかあまりこう僕が佐藤くんがなんだろう、こう演説みたいになってもいけないし、かといって抑えすぎてもいけないとかっていうのでものすごく難しかったんですよね、持っていき方が。だから監督からものすごいフラットに普通に、もうとにかく普通に無駄なものはいらないっていう演出でどんどん削がれてったんですよ、だからあるシーンの時にカメラのその段取りが終わって準備してる時に僕が適当に帽子を車内でいじってたんですよ、それは関係なしに何も、そしたら監督がこう窓からそれなんだよ、それをやろうよみたいな、もうこういう動きでいいんだって、日常的に何も考えていない瞬間に生まれる動作とか目の動きっていうのをとても大事にして、まあ佐藤くんは特にだからもうそれをやろうみたいな、なんかそういう感じの作り方でやってました。だからなんか今回は狙ってこれをしようっていうのを一切やらずに、なるべく無駄をなくしながらも無駄を作るみたいな、そういう描き方でやったんで、そこから何を受け取るかはもうお客さん次第かなっていうようなところですね。なるほど、そのね、その観客が想像するのはこれはもう決定的な瞬間になるけど、その映画の終盤にその事件を起こしちゃうっていう時に、その直接決定的なことって実は描かれてないじゃないですか、この映画は。いくらでもなんかその残虐なその殺し方みたいなものをなんか実録ものみたいに丁寧に描く方法だってあったと思うんですよ、だけどそうじゃなくて、そこは重要じゃなくて、やっぱりその観客が想像する力っていうものをこう、まあ、信頼してるというよりもそういうものを引き出そうっていうふうにこの映画が見えるっていうところが僕は特徴だと思っていて、その昨今ね、なんかその映画のその見る観客の中にはその見ながら考えるっていうことがめんどくさいっていう観客もまあ一定数いて、それを説明不足だからよく分かんないから面白くないって断罪しちゃう観客もやっぱちょっと増えてきてるのは僕すごく気になってて、だからこそ、いや、その直接描かなくたって映画ってそのまあ音だったり音楽だったりいろんな要素があってやってるわけで、それで分かるっていうことをやっぱこの映画のその終盤のその悲惨な場面ってすごくこう象徴してるというか挑戦してるなって僕は感じたんですよ、かなり石井さんもそこは多分挑戦してたと思いますね。本当はもっとねそこを描き切ってもいい、説明してもいいはずだけど、やっぱしないっていうのが美学だと思うし、この映画を見る方にとっての重要なメッセージ、受け取ってほしいメッセージでもあるなっていうふうには思いましたね。なるほど、やっぱねその福田村事件とこう重なる部分であるんですけど、こう森さんがね最近出した本2冊同じようなこと書いてらっしゃって、1個がね集団に流されず個人として生きるにはっていうタイトル、なるほどじゃないですか、っていうことだったり、あともう1個この虐殺のスイッチっていう本は副題の中に一人すら殺せない人がなぜ多くの人を殺せるかっていう副題がついてるんですよ。だからそのまあ、この辺見王さんの月の場合もそうなんですけど、映画だけじゃなくてそこからその、まあ、実際にあったことなんだっていうことを知っ
した初めて知った人がいたとしたら、うん、そこからよりもう一つサブテキストな、うん、となるものを自分で探し出して、うんうん、それが本当にどういうことだったのかっていうのを、うん、もうちょっとアプローチした方がいいんじゃないかみたいなことまで、うんうん、映画の作り手なんか考えてる気がするんですよ。なるほどね、うん、そうですね、うん、っていうことがありまして、うん、まあ月はやっぱりその今いろんなその、うん、まあその介護の問題だったり高齢化社会になっていろいろそのまあちょっと考え方としては奪捨て山みたいなね奈良山武士公みたいな話を現代で本当にそれが正しいと思ってるのかっていうことはやっぱりこう問いただすっていう意味ではすごく必要な作品だと思うので、石井監督はその愛に稲妻、愛に稲妻だってあれもよく見ると、うん、今の世の中で本当はこっちの方が正しいからちゃんと言わなきゃいけないのに周りの目を気にして言えないことを言いましょうっていうような作品になってたりしてて、うん、そのあたりすごく通底してるなっていうふうには僕は思ったんですけど、うんうんうん、まあ磯村さん最近見た映画の中で面白いと思ってるものがあるっていう話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、あ、はいはいはい、三島、はい、これですね、これこれすごいよ、これ持ってることがすごいからねすごいですよねこれね、これはすごい、僕はねこれは本当ねタイトル出た時にびっくりしたのは、うん、今はねもうそのなんかアマゾンとかでいろいろアメリカのアマゾンだイギリスのアマゾンとかで買えるじゃないですか、うん、なかなかそういう時がない時に生まれて初めて海外のサイトで買った DVD がこれ、はこれなんです、これまさにこれ、これ以降もめちゃめちゃ数増えましたけど、これが最初で、なぜかというと、まあ、僕、うん、説明するまでもなく見てる方は知らないと思うので言うと、はいはいはい、これは日本で公開されなかったんですね。1985年の映画なんだけども、うん、日本では未だに公開されないままで、公開されてない幻の映画みたいなもんですもんね、はい、三島っていうタイトルから分かるようにその三島由紀夫さんの生涯をこれ、副題が A Life of Four Chapters っていうになってるので、うん、まあ、4つの話に分けて、うん、オムニバス的にその、三島由紀夫さんの人生を描くっていうことをやってる映画なんですけど、うん、まあ、当時売りになったのが制作がフランシス・フォード・コッポラだ、ジョージ・ルーカスだ、ないっすよね、はい、で監督がタクシードライバーの脚本を書いたポール・シエダーだっていうので、うんうん、まあ、超話題になって、まあ、日本の俳優さん緒方健さんとか沢田研二さんとか烏丸節子さんとかたくさんいろんな方が出てらっしゃる、うん、ハリウッドで作られたけど、まあ、ほぼ日本映画みたいな映画ですよね、うんうん、そうなんです。このね三島っていう作品は言ってもその日本で見れない、僕はこの海外で買った、うん、で磯村さんは、ね、どうやって見たのかっていうのをまずちょっと知りたいですけども、僕も買いましたよ。買ったんですか？買いました、ネットで。今ブルーレイ出てるんですよね、これ DVD なんですか？ DVD、 僕はブルーレイをもう買って、はい、しかも届くまでなんかものすごい時間もこんなかかるのみたいなぐらいかかってまあ楽しみに待ってようと思います。コロナのねあと届くの遅くなったんですよ。あ、そうか、それは影響あったんですね、はいはい、でまあ値段もいい値段もするし、いい値段しますよね。でも日本で公開されてなくて、はい、この婦人で作ってる映画見なきゃダメだろうっていうので、まあ、取り寄せて見たって。 どこで話聞いたんですか最初？僕はまあ三島由紀夫の人物にそもそもすごい興味があったっていうのもあって、はいはい、でまあ三島由紀夫を題材した映画とかもいくつかあるじゃないですか。で調べていく中でなんかどうやら幻の作品があるぞみたいなのをネットがなんか見たんですよ。で僕はそれ知らなかったんで、うん、こんな作品がしかもハリウッドで作られてんだと思って、これ見なきゃっていうので調べたら取り寄せできるっていうので取り寄せたんですよね。そうだからね、1985年の映画だから言っても38、もう40年近く日本で、うん、まあ、公開されないまま、見る方法もないまま、一回ねその三島由紀夫さんの本の付録についてたことがあったんですよ。それはもうすぐ売り切れちゃった。だからその大々的に全く宣伝せずにもうほぼこっそり DVD で付録につけてる本があって、それで見た人たちもいると思うんですけど、当時はなかなか
見る方法もなかったので海外で見たとかって噂とか僕も聞いたりしてたんですけども、うんうん、これねその当時はこれぐらいの話題作でカンヌでも賞を取ってるので、うん、東京国際映画祭が当時、まあ、始まったばっかりの時の目玉作品の一つとして上映されるはずだったのが寸前で上映中止になって、うん、もう新聞沙汰になったっていう有名な映画なんですけど、うんうんまあ、それを、まあ、磯村さんがどのようにその40年の時を経て生まれる前の映画ですもんね。そうですよ、僕が。それをどう見たかっていうのはもうすっごい知りたいです。いや、どこから話せばいいのかわからないぐらいなんですけど、やっぱり、その、ね、一応大きく言うと、まあ、三島由紀夫がこう自決していくまでの、ちょっとドキュメンタリー風に追ったパートと、まあその三島由紀夫が作った小説、まあ、に合わせたような、うんモノクロのシーンがあったりというのがちょっとこう、ね、混ぜになりながら進んでいくんですけど、とにかく絵がやっぱり違うじゃないですか。絵作りがそれは日本の昔の作品とも違うし今とも違うんですけど、その構図もやっぱ面白いなって思って見てたし、やっぱセットが特に、うんこの映画はすごいっていうのでも有名じゃないですか。石岡英子さんのね美術がもう素晴らしいですよ、ね、ありえないんですよ、はいはい、あの美術の作り方が、うん、どうやったらこのなんだろう畳の部屋とかも、うん、そんな風に四角で作って上から撮るとか、うん、牢獄もねこう奥行きがある作りなんですけどこう横にこう鉄の棒を作りながらも正方形にしないあたりとか、なんかアートとしても僕は楽しんで見てましたね、うん、一番好きなのは鳥居のところなんですけど、はい、斜めになってる、うん、天才だなとか思いながらでそこにやっぱ尾形健さん の, あのいわゆる現代って言ったら変ですけど、いわゆる自決までのパートの実際の三島由紀夫の、最後のねパートを演じてるんですけど、なんかなんて言うんだろうね、もちろん三島由紀夫の生涯の話ではあるんですけど、やっぱりその尾形さんの存在感というか、うん、説得力が現代の俳優さんにはまたないなんていうんですかね、魅力というか、僕はちょっと痺れたんですよね。尾形さんがじゃあ三島で、ね、幸男に似てるかというのはそこはちょっと別の話として、うん、やっぱこう自決する前 の, あの隊員自衛隊のみんなに向かってこう演説するところも、あの説得力が説得力もうその言葉で説得力だと思います、それだけなんですよ、はい、三島由紀夫を演じて三島由紀夫じゃないけど、うん、彼から出る何かが、うん、やっぱ意思として画面の外に伝わってくるあれは何なんだろうなって俺はすごい見てて思ったんですよ。その後もね、例えばそのテレビ番組で再現ドラマみたいなのがあって、うんうん、あの有名なもうフィルムに残ってる三島さんがその、あの駐屯地でこう演説してるけど、はい、誰も聞かない、うん、聞け聞けって言ってるのって何度も再現されてるけど、うん、あれほどの説得力を持って映像化されたものって、この三島しかない気がするんですよ。でもそれはやっぱ尾形さんのなんか演技ですよね、うん、やっぱり演技だったり、もしかしたら尾形さんがその時感じてた何かのマインドとかも影響してるんじゃないかなとは思いますけどね。またやっぱ澤田さんがすごくセクシーなんですよ、ね、あの子一番いい頃ですよ本当に。そうですよね、はい、僕はあんなにこんな魅力的でこんな色気のある人だったんだって、なんかそこで僕なんかびっくりしちゃったんですよ、ね、時を経った磯村さんがそうやっておっしゃるのがなんか嬉しくなりますよね僕らの世代からするとやっぱそのまだそのああいうミュージシャンの人が映画に出るっていうのは多少垣根がまだあって、その澤田研二さんの魅力をやっぱそこまで生かしきれなかったなってずっと思ってるんです。もっと今の時代だったらいろんないい監督のいい作品出てて、まああのいろいろ選んでその鈴木清純さんの作品とか出てらっしゃるのでそれなりに作品残ってるんですけど、いやもうそのハリウッドに行ってあの映画撮ってて一番いい姿をこうファンの多くは見てないってこの悔しさという感じがするんですよ。なるほどね。僕の今の自分から見てももうやっぱああいう芝居できないですもん、
ちょっと今の時代とはまた違う、でも確実に色気もわかるし、いい男なんだろうなっていうのもすごく伝わるんですよね。やっぱりね、そのこの当時はその CG 技術っていうのは、うん、まあ生まれてはいたけど映画にほとんど使われない時代で、うん、まあ合成する時代だったわけです、うんうんうん、SFX と呼ばれるもので、うん、その合成もほぼやらずにそのセットデザインみたいなものを作り込んで一つの絵をその絵画のようにこう、うん、フィルムっていうそのキャンバスの上に照明だったり美術だったりっていうもので色を作っていくっていうあの作業っていうのは今の映画作りだったらなかなかハリウッドでもできないんじゃないかなって感じがするので、その輝きみたいなもの、90年代になって1993年にはジュラシックパークが作られてもう CG 全盛になっちゃうので、あの 10年も経たないうちにそうなっちゃうんですよ。だからその最後の輝きというか、そういうこうアナログ的な映画の作り方みたいなものがあそこに見なぎってるので、より多くの人に見てもらいたいと思うんですよ。そうなんですよね。なんか正直あの映画のようなエネルギーが今絶対なきゃダメだなって思ったし、僕この今の時代の人が見てもとても素晴らしい映画だっていう、まあ、作り込み含めて感じるので、なんかいろいろやられましたね。ぐさ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 、芝居もそうだし色の使い方もそうだし、セットもそうだし、なんかいいなって思いました。すごくね。今もね、やろうと思えばね、どこにその映画の予算のお金をどこに投入するかっていう優先順位さえ、ちゃんと考えれば、ああいう映画がもうちょっと尺が短くなるかもしれないけど作れないことはないと思うんですよ。だけどもそういうものが求められてない、だって物語性がないじゃないじゃないですか。そういう映画がそのハリウッドの大手のね、ワーナーブラザースみたいなところで作られてたっていうことですよね。だから今ハリウッドでも多分ああいうものは作れない、作れないですよね。だから黄金期のそのね、ハリウッドの作ってた世界に日本人の役者がやっぱ立って融合してるあの感じがものすごく光って輝いて見えてたんで、なんか異質な感じだったじゃないですか。絵とかはちょっと日本離れしている作りとか切り取り方してる中に、日本の俳優がいわゆる軍服じゃないけど服着たりとか学生服着たりとか着物着てるっていう絵がなんかすごい面白いんですよ。違和感が、いい意味の。これはなんか日本で公開してほしいけど俺だけのものにしたみたいな。他には見せたくないなみたいな。わからんでもないな。大切にしたいなみたいなあったりするんですけどね。まあ、この映画をね、見たその磯村晴さんがそのもう40年も前の作品だけども何かこう当時のその映画を作る熱みたいなのを感じていただいて、それをなんかこうこれから映画を作るっていうことに生かしていただけるとおじさんは結構頼もしいなと思ったりそうですよね。本当にするんですよ。そこのなんかかつてあったあのエネルギーはもう一度蘇らせたいなって思いますし、僕だけね、一人だけではそれをこうって思ってもなんか煙たがれちゃうのかなって、この今のね現代は。だけど同じようなね気持ちを持った人もいるので、まだまだ諦めずにやっていきたいなと思いますよね。